はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またエチゴビールです。ケルジュ。ケルジュじゃねえ。シュか。ケルシュ。という謎の。ドイツケルン地方伝統ビール。柔らかで爽やかな味わいです。と書いてあります。アルコール度数5%。原材料が大麦麦芽と小麦麦芽とホップ。小麦も使われてるということか。それでは飲んでいきたいと思います。つまみ。はい。買ってきました。スナイダーズの、チーズ。本物のチェダーチーズ味付けした濃厚なチーズフレーバーのプレッツェル。プレッツェル。うん。チェダーチーズ味ですね。これ100均では売ってなかった、買ってないんですけど、スーパーで110円ぐらいだったかな。で、買いました。グラムが 56.6 グラムですね。懐かしい。よいしょ。ん？なんか恐ろしいんですけど、これ。ほら。でかっ。なんか恐ろしくばらつきがあるな、これ。なんか、でかさにばらつきがある。ものすごくでかい。うん、硬い。うん。うまい。これは？原産国はアメリカ。うん。です。うん。じゃあ乾杯。これ若干、これやっぱ小麦っぽいね。うん。うん。ケルシュで今ググりましたが、ドイツのケルン地方で伝統的に醸造されるビールのスタイルの一種。アルコール度数は 5% 前後とされている。大麦麦芽と小麦麦芽から作られる。上面発酵酵母を使用しながら、仮面発酵並みの低温で熟成させるので、フルーティーな酸味がある。通常、シュタンゲと呼ばれる 200ml の円柱型の細長いタンブラーグラスで提供される。うん。このスナイダーズ、なんかものすごいでかい、やつはちょっと味が薄くてあんま美味しくない。あんだけうまいうまい言ってて、実際食ったら大して、味がちょっと薄いな。でも非常に硬いです。結構硬め。うん。
若干酸味が強いかもね。これは。うん。特徴とすべきはそんぐらい。白ビール、ホワイトエールに若干酸味がプラスされたような感じですね。うん。で、あんまり苦くはないです。で、別に濃くもない。味、コクがあるわけでもない。簡単に言うと、個人的には微妙です。ん?という。もうちょっとパンチが欲しいですね。これ多分さ、スナイダーズか、これチーズ味じゃなくてさ、別のやつのうまいんちゃうか。そんな気がしてきた。チーズ味あんま美味しくないぞ、これ。チェダーチーズとクリーミーカラメルと、ハニーマスタードオニオンと、シーソルトペッパーとチーズバーガー、ハラペーニョがあるね。あ、俺確かハラペーニョ前食ったんだ。これ結構美味しかったんだよ。ちょっと辛めのやつですね。これ美味しかったですね。ハラペーニョ。あとシーソルトペッパーとかがいいんじゃないか。若干ちょっとこれ、個人的に俺しょっぱいの好きなんで。うん。こんなにしょっぱくないかな。ちなみにこれ、外国品なんで、スーパーのね、俺が買ったのはね、外国品コーナーみたいなとこで、普通に売ってました。うん。ハラペーニョが俺美味しいと思う。俺確か初めて食ったの、このハラペーニョ。緑色のやつですね。で、特に話すこともないので、うん、また俺的ゲーム速報陣でちょっと見ましょうか。閲覧注意、大量にコーラを飲んでからメントスを食べる人体実験をすると、四つ目に、外人が、やってますね。大量にコーラを飲んでからメントスを食べる。メントスを食った。コーラを飲んだ。吐き出しました。めっちゃ吐き出してるんだけど。きたね。サッカー日本代表の香川と清竹がベッドインの瞬間を激写される。ホモ速報。なんだよ、ガチと思ったらただネタかい。
ネタっていうか、まあ。未婚で出産、え？は？未婚で出産した安藤美姫選手の誹謗中傷に女性弁護士激怒。日本はこんなに人権を尊重しない、人の痛みに鈍感な、そして不寛容な国なのか。え、なに未婚で出産って不可能じゃない？まさか。まさか。安藤美姫選手が未婚で出産する選択をし、アスリートとしてオリンピックを目指す父親名は明かさない。どういうこと？未婚で出産ってどういうこと？結婚しないけど出産しますってこと？どういうこと？それ物理的に可能なの？日本の法律で。現時点で結婚はしてないというだって。はぁ？え、結婚してないのに出産すんの？それおかしくね、それ。安藤美姫選手、俺と同じ年なんだけど、25歳。え、なんで結婚してないのに出産してんの？はぁ。どういうことそれ？それ父親はちょっとおかしいんじゃないの？入籍せずに出産ってそれおかしくね？はぁなんですか？どういうことなんですか？てかさ、結婚しないと出産できないっていうより、だからさ、結局さ、できちゃった結婚ってあるでしょ？あれはできちゃって結婚して出産するわけでしょ？だからつまり結婚した後に出産するわけだ。でもこれの場合はもう、出産したんだけどまだ結婚しないっていう。ん？ってなるよね。なんか、付き合ってないんだけど、セックスしちゃったみたいな感じになってません？まあ、それはまだあるか。まあ、それはまだあるけどさ、もうなんか、結局そういうことだよね。付き合ってないんだけど、できちゃって出産しちゃったみたいな。どうなっているんだ。どうなっているんだ、この国は。しかもそれが美談として語られている。まあ。まあなあ。まあ、ちょっとおかしいなとは思うけどね。一般的に。
女性の言う生理的に無理とは一体。身だしなみが汚い男性。ヨレヨレの服を着ている男性。これは俺だな。汗の匂いがすごい人。口臭がきつい人。汗の匂いがすごい人っていうか、これはしょうがないんじゃない？うん、その、ドカタ系とか、俺も汗めっちゃかきますけど、仕事でめっちゃ汗かく。まあね、仕事だから。ね。結局、女って基本的にほら、全然力仕事しないから汗かかないんですよ。うん。男は力仕事するからめっちゃ汗かくからね。それで、ねえ、生理的に無理とか言われても知らんがな。口臭がきつい人、まあこれはまあ、うん。まあ、オタクのような風貌の人、これ俺です。アイドルオタク、同行しているので。まあ俺はアイドルオタクではない。なぜなのかわからないが、感覚的に近寄ってほしくないと思ってしまう。声を聞くだけでイライラする。見た目が無理。同じ空気を吸いたくない。24歳女性。秘書アシスタント職。これ性格相当悪いな、こいつな。見た目が無理で、しかも同じ空気を吸いたくないってお前何様だよ。無理なものは無理。40歳女性。中学生男子、おっぱい揉ませて、と言いながら、自転車で女性を追いかけ、逮捕される。佐賀市内の路上で、自転車で走行中の女性に対し、10歳代に対し、自転車で並走しながら胸を揉ませて、などと、申し向けて、必要に付きまとう卑猥な言動をした中学男子、14歳を通常逮捕。まあ、これはいわゆる、キチガイ。プレステ3版地球防衛軍4が、グラフィックでも Xbox360 より劣化しまくりだということが判明。お、これとうとうあれか？箱丸買う。やつこれ増えるんじゃね？比較画像見たけど、まあまあ。まあ確かになんか微妙に違うような気はするけど、まあ、なんか色が濃いだけのような気もするけどな。なんかね、このプレス3版の
地球防衛軍4がよろしくないらしいですね。360番の方がいいという声が多数。なんか、ロードが長いとか、いろいろあるらしいですね。うん。俺、このためにちょっとプレス3買おうかなと思ったんですけど、今、踏みとどまってますね。未だにプレス3持ってないんですけど。某書店が剛力彩芽さんをポップで叩きまくり、身の程を知れよブス。ビブリアの火で喜劇、再び。剛力ニュース。剛力彩芽さん、私は何を言われても基本的に気にしないタイプなんです。さすが鉄のハートの持ち主。ポジティブパワー、これは、さすがやな。いや、気にしないタイプは本当にすごいと思うわ。俺めちゃくちゃ気にするから。ん？手足口病。手足口病は、夏九州や中国地方を中心に流行しており、首都圏でも警戒を強めている。子供の病気だと思われがちですが、大人にも移っては、しかも大人がかかると重病化する。夏風邪の一種で手、足、口の中に水疱ができるの特徴。あららら。うわ、やだな。なんで外国人男性、なんで日本人女性はあそこの毛が生えてるの？頼むから全部剃ってと絶叫。アホじゃない？日本人は総じて綺麗好きなのにあそこの毛に無頓着であることが不思議で仕方ない。スペイン人、30代。いや、やっぱ、俺は生えてないとダメですね。パイパンはちょっとあんまり。昔、彼女にパイパンにしてって言ったんですけど、実際されたらなんか、なえた。なんか、ブツブツがなんか、
逆にグロテスク。なんか、最初はいいんだけど、徐々に若干生え始めると、そのブツブツっていうかなんか、あれがグロいよね。だから結局パイパンってほら、もう完全にもう、毎日のように剃らないと、あれなんだ。ダメ。金玉もろだし。世界不思議発見でニューギニアラ族の映像を無修正で放送。まあ。まあ、これは仕方ないんじゃん。別に。本物の肺や、廃屋っていうのかな？廃屋を使ったお化け屋敷。リアル廃墟お化け屋敷。ハザードが新潟に登場。新潟だった。新潟。これは行きたくねえな。25% の男性が職場で女性からセクハラを受けていることを判明。人生にこれまで一番長く遊んだゲームはポケモンが1位、2位がドラクエ、3位が FF。 ポケモンって書いたやつ、これ確実に廃人だろ。俺一番長く遊んだゲーム、まあだってシリーズでドラクエって言うんだったら、じゃあドラクエじゃね。1位がポケットモンスター、2位ドラゴンクエスト、3位ファイナルファンタジー、4位テトリス、5位モンスターハンター、6位ぷよぷよ、7位スーパーマリオブラザーズ、8位桃鉄、9位マリオカート。同9位マリオブラザーズ。スーパーマリオブラザーズとマリオブラザーズの違いがわかんない。マリオブラザーズってもしかしてあれか。初代マリオブラザーズ、ほら、土管が2個あって、なんか地面を、なんか、ルイージとマリオがこう、同じ画面でこう、さ、テケ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 とかって言ってさ、ジャンプしてさ、ノコノコとかをさ、下からさ、叩いてさ、倒すやつか。スーパーがつくとはあれ違うんだよ。マリオブラザーズとスーパーマリオブラザーズって。なんか違う。確かに。ファミコンのマリオブラザーズって、ああ、やっぱそうだな。やっぱマリオブラザーズでスーパーがつかないと、まあ一般的にちょっと、
ありえないタイプの、このノコノコが出てきて、こう土管からこうブキッて出てきて、こうテクテク歩いて、でここの真ん中にパウブロックがあってみたいな、これになるわけです。スーパーがつくと、まあ一般的に人気のね、マリオブラザーズ。でも9位のマリオブラザーズって、これ、延々とあれ続くからな、あれな。ということで、このケルシュ。これは4つ星かな？うん。それでご視聴ありがとうございました。